JR 武蔵小杉駅より歩いて2分、武蔵小杉タワープレイズ1階、セテライトスタジオより生放送でお送りしております。放送してますよ、はい。皆さんおはようございます。スペイン語で言うとベイノスディアス、合ってるでしょ。合ってる。いや合ってます。グッドグッド、ありがとうございます。グッドグッド来ましたよ、ありがとうございます。ベイノスティアスメジャモモンザイレンです。どうもグッドグッド、ありがとうございます。はい、おはようございます。モンザイレンです。なんだよ急にって話ですよね。スペイン語で今ちょっと喋らせてもらいましたけども、この前教えてもらったんですね、実は先週。それから私はちょっとスペイン語講座にハマっております。って感じ。はいはいはい、ありがとうございます。そしてそして、本日、6月の23日、日曜日、第12回目放送になります。本日はね、さよさんが不在です、またまた。でも多分名古屋から聞いてくれてると思うので、今ちょっとお仕事中なので、もしかしたら聞いてないかもしれないんですけども、今日はモンザイレン寂しく一人でパーソナリティをしたいと思います。でもですね、今日はまあとても可愛らしい、なんとも私に似たとっても可愛らしい女の子が今日遊びに来ているので、もう今日もいっぱいね、サテライトスタジオにはたくさんの素敵な男性の方たちが集まっておりますので、まあ今日は楽しく30分間お過ごしくださいじゃなくて過ごしていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。でね、今日はね調べたんですよ、何の日かなって、23日いろいろ調べましたけども、なんとですね、毎月踏切の日だそうです。毎月毎月、いいよもう喋っちゃってるけどね。そう、毎月踏切の日だそうで、まあなんかよくね分からないんだけど、まあ一応6月も7月も8月も9月もずっと踏切の日だそうです。なんかよく分かんないですけど、まあそんな感じです。あともう一個ありました、文の日でもあるそうです。何ですかね、文の日って。文の日、人間だからわかんない、多分なんか郵便局とかそういうのかな。あ、文ね、文ね、手紙の文ね。そうかなと思ったんですけども、まあ手紙で思い出しましたけども、実は、先週私テンションが上がりすぎたのか、お財布を忘れてきまして、そうですね、川崎 FM で気づきまして、それで、お財布をお金を借りて今日はちゃんと返しましたからねはいはいはい、そんな感じでございますが、はい、今日も楽しくやっていきたいなと思います。私とはというとですね、6月の16日ドレス秋葉ホールにて、ライブがあったんですけども、その時にですね、なんとね、ドレス秋葉ホールは東京なんですけども、東京でライブをしたんですけども、大阪からもなんと遊びに来てくださった方がいて、でその時にですね、なんと今日ゲストで来てくれているこの女の子ちゃんも遊びに来てくれたわけなんですが、はいはいはい、今日はねそんな女の子、もうここまで言ったら分かる人は分かるんではないでしょうかそしてサテライトスタジオにいる方は大概の方が 100% 分かっているんではなかろうかと。見えてなかったらウケるけどねはいはいはい、そんな感じでございますが、今日も楽しく頑張っていきたいなと思います。それでは次のコーナーです。再生できないって、一回確認はしたんだけど眺めたやつがまずかも。まあだから事前に先に俺に送ってもらえるとキングスパイのね、みんな先にやってるんだけど、様々な分野で頑張っている方をゲストとしてお招きし、一緒に応援したり理解を深めるコーナーです。ごめんも、やめたかも、マックでしか再生しない。さあ遊びに来ました、ゲストコーナー始まりましたよ。今日のゲストはですね、よく顔が似てると言われます。はい。シンガーソングライターのゆみちゃんでーす。お願いします。はい、パチパチパチということでですね、今日はサテライトスタジオにもたくさん見に来てくださってますよ、ゆみさん。本当ですね。あなたのためにですよ。本当に？みんな今首かしげました。いや、あなたのためにですよ。ありがとうございます。って言った人もいた。朝早くからどうもありがとうございます。いえ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 、ということで今日はね、まあ短い時間なんですけども、
ゆうみのことを根掘り葉掘り名掘り葉掘り聞いていきたいなと思います。覚悟はいいですか？はい、いろいろ出します。いろいろ出しててくださいね。そして今日動画も配信しておりますのでね、はい、まあ、こっちにカメラがあるのでもしよかったらこっちにも見ていただきながらおしゃべりをしてもらいたいなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はいはいはい。ということでね、早速ですよゆうみさん。はい、いつもゲストにの方にですね、はい、曲を持ってきてもらっているんですが、はい、あなたの曲が再生できないそうで、はい、ここに来ての大事件です。ここに来ての大事件。だいたいいつもここでね、お願いしますって言ってお渡しするんですが、はい、どうした？まさかの。な、私は今これ聞いて今喋ってる時に声が詰まりそうになったよ。私もおっていう顔をね一瞬しました。アカペラでやるっていうのもありですよ。アカペラでやるっていうのもありですか？アカペラで歌うっていうのもありですよ。そうですか。うん、私じゃあ私横でこうやって手拍子しますから。本当ですか？うん、やりますよ。どうします？それはいいんじゃないですか？ありですか？ね、ありですよね。歌うのもありですよね。美味しくない？うん、うん、美味しいよね。だから後でまあ歌っていきま、それなしかな？大丈夫？いいよね。じゃあなんか言葉に詰まってるけど、イメージイメージありでしょ。私だったら、せっかく来たのに歌が歌わせないって思ったら絶対歌いますね、アカペラで。そうですね、はい、アカペラで行っちゃいますよ。アーティストならもうならではですよ、これが。やってみましょう。でしょ？だって私この前ね、ライブした時に野外でライブしたんですよ、うん、まあ今日も野外なんですけど、これから、うんうん、なんかね、機材が本当にね、マイクが全然届かなくて、私アカペラで歌いましたから。あ、本当？もう気合ですよね、世の中は。本当だね。そう、気合だよ。だから今日は、あんま喋んなくない？今日大丈夫？大丈夫？大丈夫？生きてる？なんか緊張してないこの子。大丈夫？大丈夫？ゆうみさん緊張しております。応援よろしく。まあまあそんな感じで、ゆうみはどういうところで、まず私たちはどこから出会ったかっていうのをちょっと一丁喋りましょう。そう、私出会ったのはあれですね、秋葉原ですね。セダン？あ、そうだわ。そうですよ。ドレス秋葉ホールで。そう、ドレス秋葉ホールで、たまたまの対バンです。対バンして、それで声かけてきてくれて、でもその時のね、内容がね、今でも忘れられないんだけど、うん、来週、新宿ルイド警報、うん、出るよねみたいな、そういう内容だったんですよ。そうそうそう。急にやった初対面でルイド警報出るよねって。えって私も出るからみたいな感じだったよね。それでまあ、話しかけられて、だからまあ、なんでか私のことを知っていてくれて、そう。で、ルイド警報でもまた一緒に対バンしてだったよね、うん。だったよね。そう。でもその短い時間の中で、ものすごく仲良くなって。めっちゃ仲良くなって、うん、その3ヶ月後ぐらいぐらいには、ぐらいには、私たち、インターネットラジオのパーソナリティをやるという、うん、そうなの。なんか変なことが起きたよね。そうなの。ね、まあそれも長尾千恵美ちゃん経由なんだけどね。ね、千恵美ちゃん様様で。そうですね。そのインターネットラジオがですね、うん、ちょっと宣伝していきましょうか。宣伝していきましょう。宣伝しましょう。いいよ。ゆうみどうぞ。私たちのインターネットラジオなんですけれども、はい、モンザイレンとゆうみのブローリンアップアップだにゃーという番組をやっておりまして、うんうん、第4、うん、第2第4土曜日ね、配信するインターネットラジオになってます。そうね。これあれ言います、なんだっけ、うん、URL 言っちゃう。いいよ、言っちゃってください。いいじゃないですか。http://スラッシュスラッシュ、うん、コロンって何ですか？食べ物のコロンですか？コロンはあれ、てんてんって、てんてんって伝わらんほら、うん、http てんてん、はい、スラッシュスラッシュスタジオ -potara.com です。はい、もう配信新しくしてますね。そう、最新のやつが配信になってます。なんか先月はですね、1回しか配信できなくて。そうだったんですよね。私が中枢炎なるものにかかったので入院されまして、入院したので月1回だったんですけど、今月は、2回ちゃんと配信できてますんで、もしよかったら。しかも今回ちょっとコーナーが最終回なんですよね。そうなんです。全部最終区切りなので、来月はまた新しいコーナーでまた私たちやりますので、もしよかったらね、聞いてもらいたいなと思います。それはまあ聞くだけなんだけどね、もしよかったら聞いてもらいたいなと思います。私がまとめちゃってる。モンザイレンとユーミのグローリーアップアップダニャスタジオ -potara.com でやってるパーソナリティがあります。よろしくお願いします。そしてユーミさんよ、はい、今日その歌えないオリジナルソング流せないオリジナルソングがあるんですけども、はい、ですね、この曲が私多分初めて聴いたのかな、
ライブハウスで初めて聞いたのかなと思うんだけども、うん、すごいこの曲いいねって言って、うん、そしたらあのレンレンも歌えなよって言ってくれて未だ実現はされていないんですけども、うん、とってもいい曲で作詞作曲は全部ユミがしてるんだよね。そう私ですね。どういう思いでこの曲は書いたのかな。もう 歌う前提でも喋ってるほんと、ね、この曲はですね、うん、琴の葉っていう曲なんですけど、言葉とか声とかっていうのをイメージしてて、うんうん、自分がいくら心の中で強く思ってても言葉にしたりとか相手に伝えないとその思いは全然伝わらないよって思ってても全然伝わらないよっていう言葉を、うん、ことを思ってそれを、ね、歌にしてみました。私なりに。あ、そういうこと。その言葉のことの葉ってこと。そう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 違う。合ってる。そうそうそう合ってる合ってる合ってる。漢字違う。漢字は何。漢字、うん、カタカナで書いてる。あ、そうなの、うん、私さ思いっきりひらがなだと思ってた。ことの葉ね、うん、はいはいはい。今日流せないから。そう流せないから。アカペラでいっちゃいます。私のせいです。いいですか。うんうんって言ってますよ。アカペラでいきます。これ無茶ぶり OK ですか。皆さんほら拍手してる。ほら OK。 ほら拍手来てますよ。本当。じゃあちょっとちょ頑張っていきます。じゃあまず私が一回歌いましょうか。何を歌う。何を歌う。いやちょっとリラックスさせるためにと思って。じゃあねちょっと急なことでいろいろね、生放送はいろんなことがありますからね、うん、ちょっとここは頑張ってもらいましょう。応援してますよ。頑張って。サビだけ。サビだけとかでもいいよ、はい、なるべく長くね。なるべく長くね。サビそんなに長くないよ。じゃあユーミのことの葉。ことの葉です。はい。伝えたい、伝わらない、うまく言葉が見つからないままで、君をこんなに思ってるのに、心の中には溢れのに、きっと君は知らないでしょう。伝えなくちゃ伝わらないままで、ただ進めずに過ぎてく時間が気持ちを大きくしてゆくだけなのに。お疲れ様です。素晴らしい。多分一番緊張した。いやなんかね、多分一番緊張した。座りながら歌える。すごい、ほらみんなおーって言ってます。すいません、私、ね、すごい緊張してます今。これね、これありがとうございます。ユーミさん、琴の葉歌ってもらいましたけど、これほんと緊張して。大丈夫。すごい緊張した。今一番緊張した。でもね、これね、ユーミ美味しいよ。あなた美味しいよ、これ。美味しい。美味しい立場ですよ、今。本当。私がこの前、うんくみ言って、いや、美味しい、美味しい。アーティストとしては美味しいんですよ、これ。だって、生の声を聞かせて、生放送で生の歌ですもん。もう美味しいですよ。自然なビブラートが聞きましたよね、緊張してるんで、うん。素晴らしい。今ちょっとエコーかかってましたもん、若干。本当、ありがとうございます。ありがとうございます。本当にありがとうございます。腕ですよ、腕。いや、いや、お疲れ様ということでね、この、いや、これいいよ、これ本当に。ありがとうございます。で、琴の葉をね、聞いてもらいたいんだけども、この続きはというとさ、ライブハウスがでも聞けるんじゃないの？そうなんですね、ライブハウスで聞けちゃうんですね。私今ちょっとテンション上がってきちゃった。私もようやくね、テンションがね、落ち着いてきました。なんで？緊張がすごい。いや、そうだったの、ごめんね。はい、じゃあライブの告知もちょこっとここで知っときましょう。はい、私からでいいですよ。うん、もちろんもちろん、今ユーミの、あ、はい、じゃあ今の歌った琴の葉の続きも、うん、A メロも全て聴けるライブ情報。急によく喋れるようになった。その琴の葉が聴けるライブの方は先に告知します。7月の15日、うん、海の日なんですけども、この門在蓮ちゃん、いたいたい、門在蓮ちゃんの企画に出させていただきます。あ、私企画しちゃいますよ。そうなんですね。7月2回も企画するんですよ、私。片方に出ちゃうんですね。そうですね。はい、両方でも良かったんですけどね。あ、本当に？あ、全然良かったですよ。でもちょっと今はもう入れないですね。ゴリゴリで。ゴリゴリな感じで、もう7月15日もゴリゴリなんですよ、結構。物販の時間ないなって思ってます。あ、かなりピチピチなんですね。ピチピチですね。
はい、はい、7月15日あのタイトル名が長いですよね。はい、タイトル名はですね、あの長いので言わない方向です。オンザイレンのなんたかかんたか水着や着ないよ企画みたいな。そうそうそう、そんな感じです。間違いない、はい、間違いないです。こちらで6時半ぐらいから歌わせてもらいます。琴の葉、はい、歌う予定でいますので。ありがとうございます、はい、よかったら聴きに来てください。それまでに私練習しときたいな。そうだよね、そうだよね、歌いたいな。あ、じゃあ一緒にここでそう、ここで決めちゃう。そうだね、いいですよ、そういうことに練習します。じゃあ今から。そうですね、じゃあぜひありかも。そうですね、ゆうみさんの琴の葉を聞きたいなって今思ってる人たちがなんで門在蓮が歌うんだよって思うかもしれないけど、それもあり。まいっか、うん、でですね、6月の29日、うん、今月の土曜日なんですけども、うん、そっちではバンドボーカルをさせてもらいます。ハッピーラインさんという企画で、うん、お昼なんですけども、うん、1時50分から歌います。深夜？深夜じゃないですね。お昼だって言ったね。あ、お昼って言った今。お昼の1時50分から歌います。めっちゃ深夜かと思ったよ。お昼やばいやばいやばい。代々木バーバラさんで、はい、やらせていただきますので。代々木バーバラさん、あの、はい、以前ブーガルさんっていう名前でしたね。そうだったね。がバーバラさんに変わったわけですね。そうです、そのバーバラさん、バーバラさんで2曲、うん、ちょっと2曲なんですけども、うんうん、バンドでボーカルさせてもらいますのでよろしくお願いします。なんかさ、2回目に出会った時もバンドだったよね。そう、新宿のね、そう、リード系の。あれさ、私のその時の事務所の企画だったよね。あ、そうだったんだ。よく分かってなく出てます。なんでだ、誰に誘われたのよあなた。誰に誘われたの。あの企画のこういろいろやってる方に。怖いわ、なんか。で、私その日さ、たまたま中国から帰ってきて、そうそう、そんでなんかお土産あるよって言って渡して、うん、あれでもね、渡したおかげでお土産足りなくなったんだよね。そう、私にあのポッキー、ポッキー、あのキャッキーって書いてあるやつ、キャッキーってやつあげたあげた。でもあれでね、これパチモンだからなとかみんなで言って。違かったみたい。でもさ、キャッキー1回目しか会ってちょっとしか喋ってないのに2回目でお土産だからもうないよな。これあげるってすぐ言われただよね。でも私あの日すごい疲れてたんですよ。船乗って、うん、飛行機乗って電車乗って、うん、なんかわけわかんなくなってタクシーも乗ったわね。だギリギリだったもんね。あんまり多分寝てなかったと思うね。え、本当に。あ、私中国語、さっきさスペイン語でメジャーも門在蓮って言ったでしょ。そう、中国語喋ってたよね。中国語喋ってたのにね。そう、ここ使うべきじゃない。どうぞ。え、ボスモスレンリバダグショセパンチグショラーメンみたいな。これね、あ、すごい、これ何て言ったんですか。いや、これはあの後で調べてください。嘘、嘘。これ意外に調べるとあのユーミ嫌いとか書いてあるかもしれない。ショックショックショック。まあまあまあ、そんな感じで、いや2週間ぐらい行ってたので、なんか中国語を覚えさせられたので喋、うん、れますよ。すごい、ちょこっとだけは。すごい、ちょこっとだけ。はい、そんな感じでございます。さあ、なんかいつもの通りぐだってきちゃいましたけど、ここでじゃあちょっとね、あの深い話をしたいなと思うんだけども、はい、音楽を始めたきっかけは？あ、私の音楽を始めたきっかけ、うん、と、うん、ずっと歌を歌うことは好きで、うん、でも、うん、それはなんだろう、無理な、それを仕事にしていくのは無理でしょって周りからものすごく反発をいただいてまして、それでしっかり仕事も見つけ、はいはいはい、手に職もつけ、うん、だったんですけども、ね、え、それは OK なの言っても。うん、大丈夫です。じゃあ何の仕事してます今。今ですね、私は病院の方で働いてまして、診療放射線技師という弁当とか取る仕事をしてます。ね、女性ですごいですよね。なんかなかなかいないんですよ女性だと。なんか男性の方がすごい多いので。うん、そうですね、うん、うちも男性多いですね。だよね、はい、だから毎回こう毎月こう放射線がどれぐらい浴びてるかっていうなんかテストみたいな、なんか検査するんだよね。あります、あります。だよね、ギリギリのラインだよね、はい、いつもね、うん、女性だけどね頑張ってるよね。本当助かるよ女性の方からすると。そう、そう言ってもらえるとねすっごくありがたい。本当に本当に、うん、でごめんね話止めちゃったけど、それを今やりつつ、ちょっとあることがきっかけで、あの、うん、歌をねもう一回やりたいなと思う機会があって、うん、それで思い切って歌の世界にちょっと飛び込んでみて、おそれがそのきっかけでね、こんなにラジオに出たりとかライブをするようになるとは思わなかったんだけど、もう病院の先生だと思えばびっくりしてるよ多分。大丈夫、まさかの元気ですって。いやいや元気なのは知ってるけどね。めっちゃ知ってるけどね。あ、そうなんだ。まああることがきっかけっていうのがすごくとっても気になるけど、まあいろいろなことがあったんでしょ。いろいろなことが重なって。あ、そう。で作詞作曲もそれからするようになったんでしょ。それからするようになって。あ、じゃあ結構もう音楽なんて一つもわからないような状態から。でもさ、ピアノはちょっと弾けてたんだよね。ちょっとだけ弾けてた。それでもうじゃあ音楽を始めようって思って作詞作曲を始めて、じゃあ結構
ちょっと遅いスタートだったのかもしれない、ね、そうだいぶ多分音楽やってる人からしたらだいぶ遅いスタートを切りまして。そっか、でもあのスピードは速いですよ。だってもうラジオ出てますもん。のラジオでここまで来るまでにモンザイレン何十年かかったと思って。本当レンさん様様です。いやいや、ありがとうございます。川崎 FM 様様でございます。様様でございます。まあそんな感じ、まあっという間ですよ。ちょっと時間が早いんだけどね、本当にあのね、あんまりちょっと掘り出してない気がするんだけど今日。まあいっか、やよくない。ちょっと緊張もしてたし。そうだ ね、まあ生歌も歌えたしよかった。そう、生歌なんてね歌っちゃって一番緊張のピンチ。じゃあね、あのじゃあこのままちょっとユーミンにはいてもらって、はい、これからあのライブのね告知ももう一回してもらいたいので、ちょっとね次のコーナーに行きたいなと思います。はい、大丈夫？めっちゃ美味しいよ。めっちゃ美味しいですよね。美味しいって甘いよ。美味しいよ、だって。じゃあ美味しいって表現が違う。違う？じゃあ嬉しい。うん、まあ嬉しいっていうか。え、私だったら嬉しいな。はい、ということで私たち知っとくコーナーですよ。まず、門在蓮の今日のライブ告知をしたいなと思います、はい、本日エビナのイオンさんでライブが野外ライブがあるんですけど も、うん、もうこの後ですよ、すぐです、14時半から、15時までです。なんかね昨日まですごい天候が結構は変わってたので、もしかしたら今日ダメかなと思ったんですけども、今日はあの大丈夫みたいなので今日はこのまま、うん、野外ライブがあります。そして6月の26日ソングラインさんで、渋谷ソングラインさんで夕方の7時40分から8時10分、そして、6月の30日これは川崎 FM が終わった後になります、町田ミュージックパークさんで16時から16時半、こちらも野外ライブになります。これはね雨でもね、ちょっとの雨でも結構やるので、うん、開催されるので、あの来てもらえたらなと思います。そしてね、7月の15日、今、うん、今日ゲストで来てくれてます。はい、ゆうみも、海の日企画です。私の企画にドレス秋葉ホールさんで、出演してくれますので、もしよかったら遊びに来てもらいたいな、なと思います。じゃあもう一回ね、ゆうみも告知をしてくださいな。はい。先ほどあったみたいに、7月15日に、はい、海の日企画で、はい、門在蓮ちゃんの企画の方に出させてもらいます。はい、私は6時半ぐらいから。うん、歌います。もしかしたら琴の葉が聴けるかもしれません。うん、それであと6月29日土曜日はバンドボーカルの方をさせてもらいます。昼1時50分ぐらいから歌わせてもらって、うん、代々木バーバラさんの方になります。うん、はい、こんな感じですね。よろしくお願いします。そして私大事なのを忘れていました。忘れちゃいけない、いや忘れてなかったんだけど、8月5日私誕生日なんですね。おーっとー、 おめでとうございます。いやもうそんなもうめでたくもなくなってきたんだけど、いやもう年を取るって嫌ねって感じなんですけども、8月の5日に、誕生日にドレス秋葉ホールでワンマンライブをやりまーす。すごーい。なんかできれば本当に何ていうんですかね、うん、なんだ今まで その事務所に入る前とかからの歌ってた昔の曲とかも歌ったりとかして、うん、なんかすごいなんだろうな、振り返って、うん、今までどんなだったかなみたいな感じで振り返った曲とかをやりたいなと思っていて、はい、なんかもう歌いたくないなって思う曲とかも正直あったんですけど、うん、まあ、それもまあなんだろう、今となってはいい思い出だなと思ってるので、はい、なんかそういう曲をピアノアレンジだったりギターアレンジとかで歌いたいなと思っております。なんかソロになってから本当にもう誰にも頼らず一人になってからは初の、本当に初のワンマンライブなんですね。まあ、人生は3度目なんですけどワンマンは、うん、でも一人では本当に初なので、皆さんの協力なしでは本当できないものになっておりますので、本当に8月5日のドレス秋葉ホールさんでね、7時半からになっておりますので、もしよかったら遊びに来てもらえたらなと思います。よろしくお願いいたします。ですよ、ユミも来てくれるかな。ユミ、うん、遊びに行きます。遊びに来てくれ、遊びに来ます。遊び、あ、そうね、遊びに来てください。遊びに来てくれ、今ちょっとなんか感じお客様で、お客様で、ありがとう、お客様で。でも本当ね、なんかみんなにさ、すごい応援されてるからこそ歌えるよね、うん、みんながいないと本当歌えないし、一、うん、人じゃ何もできないからねって本当思いますね、うん、ね、だからお医者さんの人も応援してくれてるでしょ。
内緒にしてます。内緒、あ、そうなの？あ、そうなの？なんで？え、内緒にしてます。一部は知ってるみたいな。一部は知ってます。あ、そう。はい、あ、そうなんだ。こっそり。こっそりね。なんかすごい今その後ろの BGM とすごい合ってたんだけど。このお話と一緒に。しんみり来ましたね。まあまあまあ。でもそのうちいつかはバレるんじゃない？わかんない、まあ。その日まで。その日まで、ね。今まで。通りにやっていきたいと思います。頑張りましょう、両立を。で、私たちのインターネットラジオ、門在蓮という身のグローリンアップアップダニャーも、第2、第4土曜日、土曜日かな、はい、いいよね、配信しております。スタジオ -potara.com で、配信しておりますが、私たちの、FM ラジオのブログにも、載っておりますので、もしよかったら、見てもらえたらなと思いますが、はい、もう終わりですよ、そろそろ。本当ですね。あっという間でしょ？あっという間、本当にあっという間でした。私、もうだんだん今もう目が覚めてきましたよ。今ですか？今。だんだんと。はい。まあ、あっという間なんですけどもね。はい、また今度ね、なんか例えば、いつもは、さよさんがパーソナリティでもう一人いるんですけども、はい、もうすごい、さよさんも超超いい方なので、はい、合わせたいんで、もうぜひ、さよさんがいる時も。遊びに来てもらえたらなと。ぜひ行きたいです。思いますよ。そしたらもううるさくなりそうですけど、3人ね、止まらなくなりそうですけどもね。まあそんな感じでね、本当に今日はね、朝早くからね、サテライトスタジオもみんなたくさんの方来てくれてますし、本当にゆうみも今日朝からありがとうございました。ありがとうございました。それでは、門在蓮のオリジナルソング、ブラックルシアを流しながらのお別れです。次回、6月30日、日曜日、11時半、から、ドリームキングダム、さよと門在蓮のハッピーボイス、サテライトスタジオにて生放送です。この後は私ライブになりますので、ぜひ遊びに来てください。それでは、楽しい日曜日の午後をお過ごしください。それでは、一緒にじゃあバイバイを言いましょうか。はい。皆さん、バイバーイ。バイバーイ。